これ自然素材レシピターキー&人参インゲン。おしゃれだね。船橋の人には見えないんじゃない？うん、家帰ろう。長い一日だった。今日は病院に向かってますが、10時到着の予定だったんですが、今10時です。やっぱりお盆のお休み前ってことでかなり混んでるみたいです。船だったらすぐ行けそうなんだけどね。まあのんびり行くしかないです。ちょっと帰る時間が遅くなっちゃうぐらいかな。先生もこんな日にしなくてもね。そうだね、はい、というわけで有明までちょっと苦難の行が進んでます。浦安で降りちゃえばよかったのかななんて悔やんでもしょうがないです。出口が、出口ひどかったからね。まあどっちにしろすごい今日は都内は渋滞のようでございます。一度帰ろうかと思ったんだけど、どっかでみーちゃんと遊べるところで過ごしたいと思います。和子さん今そこの眼鏡に手を下ろしまして、はい、みーちゃんとこれからどうしようかと思ってます。今そこの広場に防災なんだっけ、はい、広場行ってきたんですけれども、いや暑すぎてね、外にはちょっと入れそうもない感じなのでどうしようかなという感じです。時間がね結構かかるんで、一度家帰ってようかと思ってたんですけれども、道が混みすぎててね、帰ったらもうとんぼ帰りになりそうですので、どっか涼しく入れる場所を探してみたいと思います。さてどうなりますことやら。結局行くとこ見つけられずに有明ガーデンの駐車場にいます。今ねペットショップ行って、今日みーちゃんお昼ご飯持ってくるの忘れちゃったから、これ自然素材レシピターキー&人参インゲンを買ってきました。食べる？そっか食べよっか。ここで映るかなみーちゃん。怒っちゃうかなカメラが。冷たくした方がいい。よし、じゃあはい食べてく。このまま食べれるのかな。ちょっと崩そうね。はい、もう食べてる食べてる。よいしょ。コンビーフ状みたいになってるんでね、パテみたいな形になってるんで崩してあげないと食べれないかもしれませんが、頑張って食べてます。もう関係ないか、うん、気に入ってくれたみたいでよかったです。朝ごはんね食べないで来ちゃったんだよね。行くよっつったのに食べなかったから、もう気に入ってくれたみたいです。でご飯食べたらまた数時間何しようか考えましょう。はい、こんにちは。こんにちは。はい、有明ガーデンで暇つぶしてます。なんか随分と和子さんは時間かかりそうなんで、車の中でずっとねいたんですけれども、辛くなったんで外出てきました。湿気はあるんですけれども、結構ここ風が通るんでいい感じです。ちゃんとねお店の横外にこう椅子の置いてあるところありますんで、ここでのんびりさせていただいてます。おしゃれだね。船橋の人には見えないんじゃない？江東区の人間に見えるかな。
生意気にマックなんかいっぱい出しちゃってます。はい、ではではでは、もう16時半ぐらいになります。こっち来てからもう6時間経過いたしました。ついに駐車場も出てきましてね、隣の公園でトイレを済ませながら待ってます。和子さんは今会計待ちで、あと7人つってたからもうちょっとだと思います。もう薬ができてればね、すぐ帰れるんですけれども、さあどうなりますことやら。うち帰ろう。本当長い一日だった。ゆうちゃんも長かったね一日ね。熱中症警戒アラートの出てる一日でございました。まだ終わってないか。